どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイホテルポイントからユナイテッド航空のマイレージプラスにですね、ポイント交換ねしていきたいなというふうに思います。ということで、私の動画でですね、マリオットボンボイホテルポイントっていうのは6万ポイントを一度にねマイレージに交換すると、本来ね3対1のね交換率っていう風になりますんで、6万ポイントを交換すると2万マイルにね交換することができるわけなんですけども、マリオットボンボイポイントっていうのは6万ポイントを一度に交換するとね5000マイルのボーナスがつくということで、2万5000マイルにね交換することができるんですよね。でこちらをですね、口頭ではね結構紹介ねしてたわけなんですけども、実際の交換手順をですね皆さんに紹介っていうのはね今までやってきてなかったなというふうに思いまして、またですね今現在ですね、各ホテルプログラムのポイントからユナイテッド航空のねマイレージプラスに交換すると 30% 増量キャンペーンっていうのが今やっておりますよね。こちらもこの動画でね解説やっているわけなんですけども、実際の交換方法とかねお見せしておりませんでしたので、今回の動画ではですね実際のね交換方法をねシェアしたいなっていうふうに思っておりますので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで、各ホテルプログラムのポイントをですね、ユナイテッド航空のね、マイレージに交換すると 30% 増量ということで、キャンペーン中でお得なんですよね。で、本来ですね、マリオットボンボイホテルポイントっていうのは、ユナイテッド航空のね、マイレージに交換すると、ANA とかね、JAL とかだと6万ポイントを交換すると2万5000マイルにね、交換することができるんですよね。で、ユナイテッド航空の場合はですね、こちら独自にね、提携を組んでいるっていうふうになりますんで、6万ポイントとユナイテッド航空のマイルに交換すると2万7500マイルにね交換することができるんですよね。ですんで他のマイレージプログラムより2500マイルねお得に交換することができるっていった形になるんですよね。で今現在ですね、こちら 30% 増量キャンペーンをねやっているっていう風になりますんで、この 10% 増量分にもですねこちらキャンペーンね適用されるっていう風になりますんで、こちらを入れるとですね6万ポイントを交換するとですね3万5750マイルにね交換することができるっていった形になるんですよね。でですね、私ね今ユナイテッド航空のねマイレージをだいたい5000マイルぐらいしかね今持ってないんですよね。で基本的にはですね ANA の特旅マイルキャンペーンでねいろんなところねあのホテル撮影しに行ったりね利用させていただいてるんですけども、まあそれでね利用できない時にですねこのユナイテッド航空のマイレージプラスね利用させていただく機会がねあるっていった形になりますんで、今回ねマリオットボンボホテルポイントをねユナイテッド航空のマイルにね交換ねしていきたいなというふうに思います。それではね交換やっていきたいなと思います。ちょっとねここら辺ね画面出しておきますね。こちらマリオットボンボホテルの公式サイトのねポイントをマイルに移行する画面ですね。もしこの動画を見てねやりたいっていう方はこちらのサイトね概要欄に URL 載せておきますので、そこからねやっていただければなと思います。ポイントをマイルに移行ということで、こちらログインするとですね下の方にですねポイント移行っていうのがねあると思います。ですのでこちらを押しましょう。はい、でここでですねまず一番上の航空会社のマイレージプログラムということで、こちらでですね今回私はユナイテッド航空のねマイレージプラスを選びますので、ユナイテッド航空を選びます。もしね ANA とか JAL とかだったら、ここでね ANA とか JAL とかね選んでください。こんな感じでね ANA マイレージプログラムであったり、ブリティッシュアウェイズもありますね。まあ今ちょっとあんま使わなくなっちゃったかもしれないですけども、エミレーツとかもありますね。あとジャパンエアライン、JAL もねあります。で今回ね私はユナイテッド航空のマイレージプラスなので、マイレージプラスをね選択して完了を押します。でですねマイルに移行するポイントっていう風になりますので、ここでですね今回6万ポイントを交換しますので、こちらに6万ね入れていただきます。そうするとですね自動でね計算されますね。でこのマイレージプログラムをね選んだらですね、一度多分ね交換している方はマイレージプログラムの会員番号っていうのは自動で入ると思うんですよね。でもしね初めてね交換される方はこのマイレージプログラムの会員番号っていうのは表示されないと思いますので、こちらの2段目にですねマイレージプログラムの会員番号をね入れていただければなと思います。で、マイルに移行するポイントということで、今回ね6万ポイントをね交換しますので6万で入れていただきたいと思います。でそうするとですね6万リワードポイントイコール
22,000マイルって出てますね。まあこういった感じでですね、ちゃんとね表示されない部分もありますけども、これね安心してください。ちゃんとね27,500マイルにね交換することができます。今はね 30% 増量やってますので、35,750マイル交換することができるわけなんですけども、ちょっとこれね直してほしいんですよね。うん、心配になりますよね。では次を押しましょう。そうするとですね、移行内容を確認してくださいということで、ユナイテッド航空マイレージプラスアカウントっていう感じで自分のねアカウント名が記載されております。でここにね利用規約とかがね、記載されておりますので、気になる方はねこの中見ていただければなと思います。で交換ね行う方はですね、この変換って出てますけど、変換ね押していただきます。で、本人確認がねここで入りますので、登録しているねメールアドレスがね表示されていると思いますので、こちらね E メール送信を押していただきます。そうするとですね、仮コードっていうのはですね E メールに送信されますので、こちらをねここのコードね入力していただきます。はい、これでね、変換が完了しましたということで、6万ポイントを、ユナイテッド航空のマイレージプラスアカウントに交換ということで、記載がされております。いかがだったでしょうか。こんな感じでですね、マリオットボンボイホテルポイントをですね、マイルにね交換することができるっていった形になります。今回ねユナイテッド航空のマイレージプラスに私ね交換したわけなんですけども、 ANA JAL とかねその他のマイレージプログラムの交換に関してもですね、こんな感じで交換していただければですね、基本的には6万ポイントが一度に交換すると2万5000マイルにね交換することができるっていった形になります。まあそこまでですね難しくないのかなというふうに思うわけなんですけども、 SPG アメックスね発行して間もない方であったりですね、初めてね交換される時っていうのは結構ね分かりづらい部分もあるかなというふうに思いましたので、今回ね動画解説作らせていただきました。でマリオットボンボイホテルポイントがマイルにね交換完了される期間なんですけども、こちらはですねその時によってね全然違うんですよね。私ね ANA にも交換したことがありますし、ユナイテッド航空のマイレージプラスにもね交換したことあるんですけども、 ANA 前にね交換した時はですね本当にですねめちゃくちゃ早かったんですよね。 2,3 日とかでねポイント交換 ANA 前の方にね着弾したのね覚えてるんですけども、昨年11月にユナイテッド航空のマイレージプラスに交換した時はですね1週間以上ちょっとかかったんですよね。多分10日ぐらいかかった記憶があるんですよね。ですのでこれもねその時のタイミングによって変わったりですね、でなかなか交換完了しなかったりとかね、まあそういったこともねあるっていった形になりますんで、私はねポイントを交換してポイントがマイルに着弾しないんでポイントがなんていうんですか迷子になるみたいなね、まあそういったことはね経験ないんですけども、まあそういったことがね経験ある方もねいらっしゃるそうなので、ポイントをマイルに交換してその先利用したいみたいなね思いがあるようであればですね、ちょっとね早めに交換ねするようにしていただければなと思います。このね期間に関してはですね本当にその時によってね早かったり遅かったりねしますので、この点をね注意が必要かなというふうに思います。ということで今回ですね、マリオットボンボイホテルポイントをユナイテッド航空のマイレージプラスにですね交換してみたということで動画ね解説させていただいたわけなんですけども、一連の作業はね非常に簡単ですので、慣れてしまえばねすぐねできるようになると思いますので、 SPG アメックスね最近発行された方もねいらっしゃると思いますので、ぜひね参考にしてみていただければなというふうに思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっていますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルなどについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。